よ、カオルになろう。はい、ということです。はい、ということで、ね、まあ、今日は軽食を食べに行くんですけれども、何を食べに行くかと言いますと、パンです。パン、まあ、トーストなんですけど、前私がイサトーストとか、あとはエッグドロップっていうね、トーストのなんか動画を上げて、結構みんな行ってきたとか、美味しかったとか、すごいパン族が多かったんですよ。なので今回もね、トースト系を紹介するんですけど、私がいつも飯テロばっかりして申し訳ないので、今回は日本でも食べれる、日本進出済みの韓国トーストを食べに行きたいと思います。なので今日この動画見て、あ、やばい、めっちゃ食べたいと思っても、日本でも食べれる、はい、韓国トーストになります。もちろん韓国でもね、チェーン店なんですけど、今日はカンナム店の方に来たのでね、カンナム店の方の道案内をしていきたいと思います。なんかジョンロの方にもあるって聞いたけど、ということで、建物が高いからさ、風が吹いて、もう前髪どうしたらいいの、これ。なんかあれかな、もういっそのことちょっと厚めに前髪切っちゃった方がいいのかな。カンナム駅なんですけど、2号線と新分断線っていうのが入ってるんですけど、それの、ね、3番出口から出て歩いて5分8分ぐらい5分断分って結構違うんですけど、まあとりあえずね、そんぐらい歩いて全然行ける距離なので、今日はそこをね、紹介していきたいと思います。で、ちょうど今1時14分とかで、まあそろそろ会社員さんとかのお昼休みが、お昼か終わるかなぐらいなんでね、まあそこまで混んでないとは思っていきたいと思います。それでは、グー。はい、じゃあ、前がカンナム駅の3番出口になります。3番出口から出たら、出口の向きとは反対の方に、こっちまっすぐ行きます。そして最初の角かな、まあ、クリスピークリームドーナツの角を右に、違う、左に曲がります。じゃあ歩いてくる、そこにね、GoToフィットネスって看板とかあった、スタバが見えたら、ここを右に曲がります。はい、ということで、この感じで歩いてくると、こういうね、 GS が入ってる建物があるんですけど、これの中のどっか中に入って、地下1階だって、地下1階。あ、こんな感じになってるのか。この地下1階なんだけど、地下どうやって行くんだろう。ここにあった、ここから地下に入る。見つけた、ここです、トーストラック。あ、やっと見つけた。チーズピザ、トースターの地中が、아그래요크림치즈도둘다치즈는들어가는거예요그러면피자로하나주세요네드시고가세요네
はい、これがピザコーンコーントーストです。ピザってだけあって、ね、最初に多分トマトソース的なのを塗っててこんな感じです。じゃーん、熱い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 わ、熱い。じゃーん、食べるね、熱い。じゃじゃーん、はい、いただきます。本当にそのままで申し訳ないんですけど、ピザの味です。でもあのパンにはなんか韓国のトースト特有の何あの甘いバターみたいな感じのが塗ってあるから、ピザソース、ピザのトマトソースと合わさって甘じょっぱい感じでね。あのさっきからずっとモニターにさっき映したんだけど、あの BTS が流れてんの。ここのねお店の人がなんか BTS 好きなんだなと思ったんだけど、こうやって座ったら目の前に BTS がこのトーストラックを食べた時のなんかテレビかなに出たっぽいんだけど、その BTS のメンバーが食べたトーストラックのパンをここでつけたんだって。私も今回ここの店舗はね、あの BTS 目当てじゃなくて、まあ、普通に他のところで撮影してこう家に帰る途中だったから来たんだけど、私はその BTS が食べたっていう番組は見たことないから、ちょっと何のメニューを食べたかわかんないんですけど、まあ、ここに来ればバンタンが食べたメニューも食べるみたいな感じ。いや、感想言わなきゃいけないのにさ、流れてる PV 見ちゃうから全然あのまとめができない。やばくない？だって韓国に来てさ、トースト食べながらさ、前にはバンタの写真があって横にはさモニターがあってずっと MV 流してんだよ。で、本題なんですけど、私がピザコーンコーントーストって頼んだんですけど、ぶっちゃけ私も受け取って結構ね割とすぐ食べたんですけど、ちょっとチーズが固まり気味。さっき調べたら日本の店舗は明治神宮前にあったんですけど、なんかブログとか見たら日本のチーズは結構ドロドロデロデロに溶けてて、チーズファンには割と良さそうなね、あのトーストでした。で、日本のトーストラックでなんかすごい推してるメニューがプルコギトーストってやつで、プルコギとチーズのトーストなんですけど、韓国にはねそのプルコギトーストってのがないんですよ。ちょっとずつ、ね、メニューの違いがあるっぽいので全く同じってわけにはいかないと思うんですけど、まあ同じ、チェーン店になります。で、結構韓国のトーストってその甘いバターみたいなのをつけるので好みが分かるんですけど、まあこれにハマると、まあ、日本にいても韓国のトースト食べたくてしょうがなくなると思うんですよ。え、待って待って、え、てかこれさ、あの締めて話せって感じだよね。はい、ということで今回は私別に BTS バンタンを狙ってきたわけじゃないんですけど、カンナム店、ちょっと分かりづらいっちゃ分かりづらいんですけど、このビルの、ね、地下に来るとバンタンも食べた店舗のトーストが食べるよっていうね、まあ、すごいおまけがついてきた。まあ、ぜひカンナム方面にホテル取ってる方とか、ここ朝8時から夜8時までやってるので朝ごはんに使ってもいいと思いますので、韓国のトースト好き、それから BTS 好きのアーミーちゃんたちは来ることをお勧めします。それでは今回は日本でも食べる韓国のトーストチェーン店の紹介でした。
それでは今回の動画がお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントもすべて読んでおりますので、コメントもよろしくお願いします。と概要欄にインスタとツイッターの ID とか、あとは URL 書いてあるんですけれども、急なお知らせとか、あとはライブのお知らせなどね、そちらの2つとして行いますので、ぜひアカウントある方2つの方フォローお願いいたします。それからね、概要欄には追加情報とかいろいろ書いてありますので、広告出てないで暇だなと思いましたら、概要欄の方ぜひチェックしていただけると幸いです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지. 終わり。